秋田市立、佐竹資料館は、秋田県秋田市にある市立の郷土資料館である。千秋公園の二の丸広場の近くに位置する。元秋田市美術館6月18日開館、1989年11月18日、アトリオン内に移転として使用された建物を、佐竹市の資料の収蔵施設として再整備し、 1990年に開館した。館内では、佐竹義重、佐竹義信書用の具足や、佐竹義信室の書状など、佐竹種類代の資料等を展示している。また、久保田城お住屋櫓、五物頭五番所、一つ森公園内の旧黒沢家住宅も管理しており、これら施設と連携して、秋田の反省時代を紹介している。 久保田城お住矢倉秋田市政100周年記念事業として建設され、1989年完成7月10日に開館した。鉄筋コンクリート造り4層の模擬天守的な造りで、明治初期まで存在した元々の木造2層造りのお住矢倉とは異なる。内部は半生時代を紹介する展示室となっており、 また最上階の4階は市内を一望する展望室となっている。なお、陶器は休館する。五物頭五番食久保田城表門の下にあり、物頭の詰め所として使用された建物。現在、千秋公園内に唯一残る、半世時代の建物であり、1987年から1988年にかけて修復工事が行われた。 旧黒沢家住宅久保田藩の五百国鳥の上級武士黒沢家の旧宅、羽賀屋、赤田屋、吉成屋、平屋、黒沢家と持ち主が変遷している。もともと中通り三丁目に所在していたが、1985年に黒沢家から秋田市へ寄付され、1988年に市秋公園から南に3キロメートルほど離れた一つ、森公園内に移築された。 母屋のみならず、不設の表門、木小屋、土蔵棟、屋敷の施設群が一体として、良好な状態で残っていたことから、1989年に、国の重要文化財に指定されている。佐竹資料館、久保田城お住屋やぐら、旧黒沢家住宅とも各施設それぞれ入館料、大人100円は共通である。共通チケット、ミルカ、ネット、クルリン周遊パスでは、 佐竹資料館、久保田城おすみら、旧黒沢明住宅のほか、秋田市立、千秋美術館、秋田市立赤レンガ郷土館、同文館民族芸能伝承館、旧金子家住宅の各施設に共通して入館できるチケットとなっている。上実の通り建物はもともと、秋田市美術館として使われていたものであり、竣工も1958年と、築50年以上が経過しており、 老朽化が進んでいるこのため中通り一丁目地区再開発事業と関連して当施設の移転問題が持ち上がっており当初は中通り地区に整備される市の公共公益施設に歴史ミュージアムとして移転する構想があったしかしこの構想は中通り地区に平野正吉美術館を移転する構想と引き換えに撤回され その後、佐竹資料館を移転後の平野正吉美術館に移転する構想が持ち上がっているが、現在のところ具体化はしていない。ありがとうございます。